ジャニーズ事務所に所属し、映画やドラマの俳優などで活躍している木村拓哉。そんな木村のビールの CM 後のある一言が話題になっているという。 俳優、木村拓也46が26日、都内で行われたサントリービールの新しい金麦に関する発表会に新 CM キャラクターとして出席した。27日から全国で放送される新 CM に出演する木村は新しい金麦の美味しさを より多くの皆さんにお伝えしていきたいと思っています。CM と同じシャツにジーンズというラフな衣装だったことを司会者から褒められると、割と普段こういう格好なんで、別にベストジーニストの発表の美じゃないので、などと照れ笑いした。 木村が考えるビールなどの飲料の CM で最も大事なのは飲み終わった後の一言や表情。当然、自身も意識して撮影に臨んだ。あの瞬間が一番大事なシーンじゃないですか撮影では大事なんだなと思いながらも、単純に味わおうと方向を向けてやらせていただきました。 単純に美味しいので、自然と楽しくなります。と明かした。イベントでは金麦を試飲した。一度目は勢いよく飲みすぎてしまったため、少々口からこぼれそうになり、もう一度飲む、アクシデント。木村は、酔いますね。美味しいです。麦の量というものを、実際飲むと感じていただけると思います。 シュパッと切れる、と絶賛。さらに CM にも登場したきんぴらごぼうも試食し、金麦に合うのは、家庭料理がわりとシュポッと着地できるんじゃないかなと思います。再び司会者から、きんぴらを食べている姿がこんなに絵になる人はいない、と持ち上げられると、記者会見できんぴらを食べる人が僕だけなんで、笑い、と突っ込んでみせた。